どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きやっていきましょう。ポケモン XD ダークルギアやっていきたいと思います。多分だけどこれゴールだろ。あ、違う、ゴールじゃない、なんかある。回復的なとこねえかな。ちょっとここ何、これ何もなかった。何もないパターンですかね。あ、待って、アイテムゲット。いい傷薬3個、素晴らしい。回復的には助かりますね。ちょっとこれ空いているけど、これ頑張って橋を走、ダメだった、バレちった、普通にバレた。あれ、ちゃんと視界に入らないようにしようと思ったけど、さすがにそんな都合よくいくわけないっすよね。はい、マチンはバネブーとハスボ、いいじゃない、やってやろうよ。糸丸ともここだよ。糸丸もちょっとずつやっぱ減ってきますね、バトルに出す分。糸丸シグナルビーム、これ多分ですけどハスボ効くだろ。でモココは電気ショックをバネブーに、多分草に電気ってあんま効かなかったから意味ないと思うんですよ。だったらさ、あれ全然効かねえ。さすがレベル16ってわけですかい。大丈夫かな、鍵分ける。あー、大丈夫、それぐらいだったらまだ大丈夫よ。正体見破られても困るっていう感じですからね。はい、シグナルビーム、いけい、これ効果抜群だろ、間違いなく。だってほら、やっぱね、相手草だ。うお、一撃だ。ごめん、いい声、ちょっとごめんなさい、ちょっと心の底から声が出た今。想像、お、人手間、あ、待って、これちょっと仲間にしたいな。人手間、想像以上にやらしい立ち方をしてると思ったのは僕だけでしょうか。シグナルビーム、マネムにやって、モココは電気ショックを人手間に。やばい、そろそろやられるか。糸丸、あ、違う、そっち、2匹とも危ないな。大丈夫か、最高ウェーブ、あ、やばい、あ、やった、攻撃外れた。おーっと、電気ショックいけ、これ効果抜群だろ、間違いなく。いやー、イエーイ、人手間でこう立ってるんだね。俺的には人手間には浮いてて欲しかった。なんかこう、回転しながら浮いてるとか、そういう風だったらなんか見た目はいいんですけどね。立ち上がってるとちょっと怖いよ。倒しました。マネブに効果抜群だったら最初から使っとけよかったって後悔してる。糸丸が想像以上に活躍してくれてんだよな。はい。だって残り体力2でしょ？俺がだってもったいないからっつって、回復アイテム、絶対、使わないようにってちょっとケチってるだけですから、ここなんもなかった。ここ外れか。じゃあ戻りましょう。どうなんだろうね、これ行って、下かこれ。下へ走っていくと、あ、やっぱ、うわ、入り組んでんな。あの、ここ、明らかになんかあるだろう。行きましょう。また地下か。上だった。これ正解じゃないこれ。上、うん、散々今まで地下地下って下がってきたんだから、上に来るっていうのは正解。だー、やっぱりうろちょろするんじゃないと。こっからもうどんどん上へ登っていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。ヒルガ君、あ、よろしく。キバニア、あの、キバニアに対して電気が効くからいいや。コイルだな、問題は。あー、コイル人気投票第2位でしたっけ。はい、行きましょう。糸丸とモココで。確かシグナルビームは鋼には効かなかったはず。お、待って、どっちだ。うわあ、そっちがダークポケモンか。倒したい。とりあえず、ダークアタックをキバニアに、あ、じゃあ、キバニアに効かねえや。いとま戦う、ダークアタックをコイルに。モココはとりあえず、電気ショックや、あ、じゃあ、間違えたかもしんない、順番。キバニアでも死なないよね、多分。多分死なないと思うんですけど、一応やっちゃったな。まあ、先に、効果今一つなのは分かった上で、うん、コイルにダメージ。ああ、そこそこ。そんないかないダメージ。てか、今回転するんだね、あの磁石のやつ。うわー、今回目立つ。オッケー、耐えたぜ。はい、ダークアタック、どれぐらいダメージいくか。糸丸ちょっとでもダメージ与えて、固まってくれ。おー、いいね。あれ、いけんじゃねえか、これ。糸丸、コイル相手で。糸丸は普通にダークアタックをじゃあコイルにやっておいて、電撃ショック、キバニアにやってみよう。ダメだったらもう諦める。これじゃ生き残ってくれたら、ああ、モココダメだったか。くそー、まあこれで良かったのかな、逆に言えば。これポケモン入れ替えて、おっしゃー、まひった、いい置き土産してくれたもんだよ。さあ、ブースター効く、玉ざらしの、ダメージでちょっとそこそこいくと信じていきましょう。うい、玉ざらし頑張れ。そして体当たり、どっちに行くかだよね。多分糸丸に来ると思う。あ、違う、そっち、いけい、かわいいんだな、これが。ダークアタック、ちょっとでもダークアタックしておこうか。珍しくなんか糸丸、あ、でも糸丸、あー、効果抜群やったね。糸丸は正直なところ、
リバースジョーダンになるとおそらく体力的に死んでしまう気がするので、これはまあ仕方がないかな、ほっとく感じで。とりあえずイトマル戦うシグナルビームをコダックに、玉ざらしはオーロラビームをキバニアにやっておこうかな、多分。炎の威力弱まった。炎はあんま関係ないかな。はい、オーロラビーム、いけい、せやー、今一つでもいいんだ。よし、いいダメージだった。これ捕まえられんじゃねえか、そろそろ。お、攻撃下がった、ラッキー。シグナルビーム、どうだ、これよく避けられねえな。あ、急所当たった。うおー、なに、じゃ、この子想像以上に優秀なんですけど。今回今一つ、あーでも糸回りやられた。よく頑張った、でも。よく頑張った、あそこまでね。はい、お疲れ様。じゃあどれでいこうかな。ブースター久しぶりに出そうかな。ちょっとこの中で圧倒的にレベルが低いように見えても仕方がないんですが、行きましょう。あ、待って、キバニア相手に相性が悪い。大丈夫かな。先にブースター持ち物で、モンスターボールを、使います。どっちに行って、キバニア、コダックにやるとあの泥棒になっちゃうんで、なんだろうね、その微妙な境目は。のしかかりをコダックにやっておこうかな、先に。えい、スナッチボール、いけい、トウ、アンダースロー。さあどうだ、これ皆さんモンスターボール投げるときってどうなんでしょうかね。モンスターボールアンダースローなのか、サイドスローなのか、スリークォーターなのか、オーバースローか。トルネードスローなんて投げたら、当たったポケモン痛そうだもんね。でも考えてみれば、鉄砲を引っかく、引っかかれても大丈夫。痛かった、ちょっと。ブースターやべえな、相性悪いな。相手水タイプが想像以上に多い。水で固めてんのかな、多分。まあまあ倒したならいいですわ。よっしゃい、レベルアップ16いただきました。いや、よく頑張った。あ、火の粉、あ、覚えた。あ、もちろんもちろん。他何を忘れさせるか。尻尾を振る、いいかな、別に。防御下げたところで、うん。はい、基本的に特殊技ってあんま覚えさせないんですよね、僕。特殊技というか、なんか相手の下げたり上げたりっていう、よっぽどのことがない限り。竜の舞とかになると話は別ですけどね。火の粉は効かないだろ。噛みつくだな、鉄砲を。で、のしかかりを鉄砲王にやろう。水鉄砲、やばい、これは明らかにブースターに来る。そんな気が、違ったんかい。急所に当たったけど、今回今一つ。これは明らかに判断ミスと言うでしょうね、相手の。まあまあいいんだけどね。はい、行きましょう。噛みつく、いいダメージが入る。もうだからさ、こういう、なんでこう、魚系のポケモンがダメージを受けた時には、こう、マジの死骸みたいな。ほらほら、もうなんか横、ポケモン横になってさ、死んだ目で、もう死んだ魚だよ、それはもう。なんか、嫌な気持ちになるな。うん。そういうとこリアルだな。どうかうろちょろしないでくださいと。はい。キバニアがされなくゲットされましたね。でも水タイプはもうとことことに持ってるしな。行ったり来たりしまくって、どこへ向かえばいいのかが、さっぱろー。またどっかだ、もうわかんない。今俺はどこへ向かっていいのか。これしばらくここを徘徊するパターンか、これ。うい。チリーンと、プリンとチリーン。行きましょう。これ負けらんないね。はい、ゴクリンと、ブースターちょっと、あ、でもゴクリン効くかな、相手だって。あー、でもヘドロ攻撃が意外と効くんじゃねえかな。じゃあゴクリン、プリンに、はい。でそれブースターは火の粉、あ、火の粉をやってみようかな、チリーンに。はい、多分タイプ1でそれなりにダメージいくと思うんですよね。念力、うおっと、効果抜群なんだと。いっ、そっか、相手エスパータイプか、これ全部もしかして。ヘドロ攻撃、いけ、あ、もーっと。おー、いいダメージがいった。いいね。毒ってくれれば最高。よし、いいね。いよいよ。はい、そして火の粉。燃え盛れ、ファイヤー、飛んでるから。あれ全然効かねえ。こんな効かないもんなの。嘘、想像以上に、せめて半分はいってほしかったな。はたく、いって、ゴクリンが死んじゃう。やーべー、結構苦しいですよ、毒のダメージ。戦うごく、ヘドロ攻撃をチリンに、ブースターはもういいや。噛みつくをプリンに。神秘の守り、変えてきた、あー、守りに来たか。神秘のベールに包まれた。ヘドロ攻撃、くらい！ダメージ的にはどれぐらいか、どうだ！あー、硬いな、チリン、やっぱり。硬い硬い、想像以上に。いけ、噛みつく！いいんだよ。もう物理的に噛みついてしまえばこっちのもんだ。撃破。プリン倒しました。はーい。そして、続けてくるよね。残っち。
ポケモン変えてきました。ノコッチってこれ何ポケモンだこれ。どうなんでしょう、土の子かなおそらくは。ヘドロー、ノコッチに、ブースター、待って、ノコッチなんとなく虫ポケモンだとして考えるんだったら、これとりあえずチリーンにヘドロー攻撃、ブースターは火の子をノコッチにやってみたらいいんじゃないと思った。驚かす。地味にダメージく、やばい、ゴクリンがやられる。自利品だな、これ。数が数なんでね、敵の。気をつけましょうよ、これは。いけい、ムベラーと、急所当たった。よっしゃ、いいね。よく急所当たってくれた。チリン撃破。おい、結構経験値も美味しいですな。ヒノコ、これ効くだろ。でも、土の子だから、もしかして地面タイプか？普通にダメージがなかった、あんまり。ただただないんだ。怒り。怒ってんの？明らかに怒ってるような顔はしてないけど、ブースター痛い。もう、ここまで来たらこの2体で頑張るか。ゴクリン、歌って寝か、いや、ダメだ。ヘドロ攻撃ゴリ押そう。で、噛みついた方が早い。はい。いけい！結論、あんまりヒノコが効かないことがよくわかった。これで毒になるかな？あー、ならない。まあ、いや、噛みつく。これでどれだけダメージがいくかだ。いけい！ガブッとな。あれ？硬いな、ノコッチ。これでまた、あくび？やばい。眠りを誘発される。これはまずいぞ。待って、俺の知ってるあくびじゃない。俺の知ってるあくびのエフェクトじゃない。なんか想像以上に何かこれはハウンドボイス的な何かに見えた。どうだ？いけるかこれで。よっしゃ、ノコッチ撃破。寝る前に倒してしまえばこっちのモンスター。うぃ。経験値レベルアップはしないと。まあまあいいさいいさ。よく頑張った。まあ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 、でもこれぐらいですよ。人んちで暴れるなんて隙がなってないわって。ポケモンになんかね、悪の技を覚えさせるよっぽどダメですよ。こことか入って正解かこれ。一応アイテムがあるから取っておきましょう。もう怖いわ、いつ敵が来るか。なんでも直しゲット。いつ敵が来るかわからないっていうのは本当に恐怖ですよ。これ基礎か、あ、行き止まりだ。ここ外れかこの道。じゃあこの先かな。なんかまた、あ、来た、ついにここ来た。よし、というわけで次回はですね、前回、内側から入れなかったドア、正面玄関ですね、入っていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。